おはようございます。好きな YouTuber たま様とぶーちゃんです。はい、というわけで今日はちょっと違った角度からいつもとね、はいこんなスポットライトが浴びてる感じ。そうですね顔だけ浮いちゃってる状態でねなんとぶーちゃんの車の中からですね、はい、なんでこんな中からやってるかというと、今日はですね石山に来てます。はい、はい、石山というかもうここは富士野ですね。富士野はい、でも地元のね、はい、ブーちゃんと、はい、あなた家なんてもうここで車走らせたら5分で着きますよ、はいね、近隣でございますね。はい、でとあるちょっとね居酒屋さんで、はい、今日はちょっと大事なミーティングがありまして、はい、はい、元気街道お兄さんまでプロジェクトね、うん、っていうものがありまして、うん、これねあのブーちゃんがねあのちょっと知り合って、そうなんですよ、ちょっと話を持ってきてください。まあ面白そうな、うん、内容だったんで、うん、聞いた時に、うん、ああこの人とだったら一緒にやってもいいかなと思って、うん、で話聞いたりなんなりして、まあなね、どういう内容かなのかはちょっと、うん、後からもし聞ければ、うん、この動画で聞いて、うんうん、1回目なんでね、まあ、どういう風に何人集まって何、はい、どういうのをやってるのか分かんないんですけど、うん、まあ、プロジェクト自体はすごい大きくて、うん、まあ何百店舗今100何店舗とか100年店舗とかだ、ね、うん、で目標が230と同じ数字230店舗って言ってるんで、うん、まあ、南区ですね、がっつり含んだ、うん、多分店舗さんとか、うんうん、結構飲み屋さん以外でも結構入ってたので、うん、そういうところも含め230店舗なのかなっていうところも、後から詳しく聞ければいいのかなと思っております、うんうん、ね、はい、まあ、内容としてはあのスタンプラリーでね、うん、はい、いろんな店舗さん、はい、飲食店も、まあ、そういう自動車屋さんとかもそうだし、はい、あと、まあ、ノースサファイさんとかもね、うん、参加してまして、まあ、はい、行ったらねこういう風にスタンプを、ね、もらえるようにスタンプ、ね、どこもらったっけありますけど、あ、こちらですね、ここですね、はい、ちっちゃくてあれですけど、ね、こういうの、はい、はい、うん、こうやって反抗してくれてますよ、はい、っていうのを貯めて、あのこのスタンプの数がね多い方、うん、なんと一等、沖縄ペア旅行を招待、はい、はい、一組ね、そうです ね、はい、これ特等ですね、はい、はい、で1位が、定山渓温泉ペア宿泊券、はい、一組、はい、ね、あとこちら2等からはあの協賛事業者ですね、共通商品券、はい、はい、1万円分が5名様。5名様。はい。で、3等で、協賛事業者様からの各種商品が、うん。うん。あの、提供されます。はい。提供数によってね、うん、それは多分変わると思うんで、あれですけども。結構、提供数ってことは結構あるよね。そうですね。230ありますからね。結構な数の店舗さんのね、なんか商品が当たると思うんですよ。そうですね。はい、なので、まあ、石山に住んでる方でも、まあ、そうじゃない方でも、まあ、石山寄った際になんかね、共産店でスタンプラリーのそれもらって、うん、まあ、この用紙もらってこうスタンプ貯めると、うん、なんかいろいろもらえるんじゃないかなと、うん、あの一番いいのは多分定山渓に泊まりに行くついでにちょっと早めに出て、うん、ここら辺で遊んで、そう、ね、で定山渓の温泉にね4時5時ぐらいにチェックインしてとかっていうのが多分一番いい流れなんじゃないかなと。さすが南区通だねいっぱい遊ぶとこありますから南区も意外と、ね、うん、自然と戯れるのが南区ですからね。ああそう、はい、とりあえず一旦ねちょっとあの会議の方にね、はい、出 て、うん、はい、で詳しく蹴ってカメラが回せればちょっと回していこうと思いますので、うん、まあ、様子もねちょっと見ながら、うん、はい、やっていこうと思います。では後ほど、はい、ということで、今回、230プロジェクトさんの方の会議、はい、はい、出させてもらいまして、これからちょっとね皆さんの自己紹介とかを、していただいて僕らも覚えてって、はい、皆さんと楽しくできればなと思っておりますので自己紹介してもらいましょう。はい、見てていいのこれ、はい、はい、実行委員会の、札幌市立大学の羽深です。南区を何とか盛り上げて行こうと思ってます。よろしく。よろしくお願いします。はい、実行委員長の清野と言います。この地域の活性化に向けて応援頑張っていきたい、そんなふうに思ってます。よろしくお願いいたします。お願いします。幹事長をやらさせていただいてます、山岸と言います。八犬山のところで乗馬を
観光乗馬施設をやっております。よろしくお願いします。どうもはじめまして、事務局長やってる牧本です。頑張ります。よろしくお願いします。簡単だ。実行委員の星山梨沙と言います。よろしくお願いします。私も乗馬クラブの方でインストラクターをしておりますので、これからも南区をもっともっと元気にしていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。会社をやらせてもらってる竹田です。一番上かな、女性では上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、吉田って言います。まあ、みんなと頑張ってこの地域が元気になればイエイ。よろしくお願いします。どうもはじめまして、南区メス前で建築屋さんをやっています、宮口と申します。実行委員です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでですね、皆さんと一緒に、はい、これから楽しく、まだあの実行委員さんの方ではまだまだ多分人数がいらっしゃる感じですので、はい、皆さんとね、あの顔を合わせてみんなと一緒に南区盛り上げるために頑張っていければいいなと思っておりますんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと盛り上げですよ。はい、というわけで、はい、230プロジェクトミーティングしてきました。はい、すごかったですね。なかなか濃かったですよ。まあまあ、あの動画の中でね、はい、個人のあの名前とかはちょっと出てるんで、うん、でもまあ出していいっていうんで、そ, うねうん、そちらの方はちょっと動画の方で多分言ってるかなと思うんですけども、うん、いやーね、あの人たちなんまろわや、うわぁ、なんまろわやね、マジで、いやーすごい人たち、あのワンピースでいうと七部会みたいな方々が、うんうん、揃っておりましたね。なんだろうね、本当に、うん、なんだっけ、有志の方々がね、その、まあ、アベンジャーズがいっぱいいました。2段階上の兄貴たちがいっぱいいました。本当に2段階3段階上の方がそうですね、うん、段階がやばい、うん、ステップアップしすぎぐらいのところにいる人たちがいっぱいいた。なんかお店紹介とか以外でもなんかちょっといろいろとできそうなね感じの絶対面白いのができる、うん、ね、すごそうだよね、うん、本当。だからもうこのまあまあ230プロジェクトというものは一つのまあ一つのね、うん、通過点としてっていうか、そうですね、通過点っていうか、うん、まあ、230プロジェクトは230プロジェクトとして、うん、僕らこれから動画上げていくとは思いますけども、うん、はい、うん、向こうの方でもあの230プロジェクトさんの方でも、うん、ホームページと YouTube に関しては実はあります、うん、ね、はい、あるんでそちらの方にも、うん、まあ、同じ動画まるっきり同じではないんですけども、そうですね、はい、両方とも上げていく状態で、うん、はい、はい、これから活動してきますけど、はい、そちらの方は下記のリンクの方に貼っとくんで、ね、うん、見てみてください、はい、皆さんね、はい、そうだ、面白い、絶対230プロジェクト以外でもめちゃめちゃ絡める人いっぱいだし、あ、いっぱいだしね、いっぱいだし、なんかあったら言ってくれっていう人もいっぱいいたんで、あの、いや、怖い意味じゃないですよ、本当にうちらが撮影所をちょっとここね、お願いしますとかっていうのも、うん、全然頼めるような人たちばっかり、本当に南区のドンカみたいな。あの本当に虚勢とか本当に嘘とかではなくて、本当にはそういうことできるんですか、あ、あの住んでる世界がちょっと違くないみたいな人たちばっかりいたんでね、楽しみですね、はい、うん、これからまずはちょっとね、この動画を上げた後、うん、きっと皆さんが見てる頃には、うん、230プロジェクトの方の撮影も多分入るとか、うん、どうとかっていう話ももうすでに多分動いてはいると思うので、もうね、はい、うん、この動画を見た後多分もしかしたら次の動画で次のお店紹介の方とか入ってるかもしれませんけど、うんうん、そちらの方も楽しみに見ていただければ、僕らの中ではものすごく絵は面白くできてる感じです、うん、そうと思います、ね、はい、ぜひ皆さんね、楽しみに、ね、次回の動画、はい、230プロジェクトの方のね、はい、動画を待っててください。よろしくお願いします。それでは皆さん、したっけー。